いてるんだ。あ、そうなんですか。はい。だからこれからはこの家に一緒に暮らす。ダメです。おじさんの言うことが聞けないのか。たまには二人でいいから。ああ、子供ちゃん。あ、ねえ、試験どうだったの？まあ、なんとか。